ゴールデン・ラズベリー賞、ゴールデン・ラズベリー賞、ゴールデン・ラズベリー仕様はアメリカの映画賞。毎年アカデミー賞受賞式の前夜に最低の映画を選んで表彰するものでラジー賞、ラジズとも呼ばれている。有史あるいから映像制作、映画宣伝の道に進んだジョン・ J.B. ウィルソンにより1981年に創設された。 初期は、昇進昇明の B 級映画が、各部門受賞を独占することが多かったが、近年は、輝かしい実績があるにもかかわらず、どうしようもない役柄を演じてしまった俳優や、全評判と実際の出来のギャップが著一印、大作などが受賞する傾向にある。この賞自体が一種のユーモアであり、本当にくだらない、つまらない作品を選ぶ場合もあるが、一方で、出来は良いが惜しい作品や、 強烈なカリスマ性や移植性が強すぎて、一般受けしない作品に与えられることもあり、この賞の受賞作品が意外によくできた面白い作品として評価されることがある。また、俳優に与えられる賞も、必ずしもひどい演技をした役者が受賞するわけではなく、第1回のジャズシンガーで受賞したニール・ダイヤモンドは、同じ作品で、ラジー賞とゴールデングロブ賞を同時受賞している。 また、上述のように一種のジョーク賞であることから受賞した作品が一般受けはしないが、マニアからはカルト映画と評価される作品の場合もある、フォードフェアレーンの冒険ハドソンホーク、ショーガールなど。なお、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領を激しく批判する内容で制作され、そのブッシュ大統領が最低主演男優賞を獲得した歌詞911や、 狙いそのままに最優秀党からポティーン向け作品賞を受賞したジャッカスザムービーのように遠回しに性の評価を送られた作品も稀ながらある。第32回2011年度にはジャックとジルが初の全部門制覇を果たしている。ヤジを意味するラスから命名されたラジーアワードが正式な証明であるがラスのもう一つの意味であるラズベリー。 キイチゴの実を模したトロフィーのザインにより、ゴールデンラズベリーアワードとも呼ばれる。また、英語の、ラズベリータルト、ラズベリートトが、ファーとオナラとインを踏んでいることから、ラズベリーはオナラを真似た音、すなわちブーイングの音を指すようになった。ショーの名はこのことにもかかっている。トロフィーは、ゴルフボールで作ったラズベリーを金色に塗装し、8ト、mm、ルフィルム缶に乗せ、キメの入った。 台所用壁紙を巻いて、タイトルを貼り付けただけの、もちろんシャレの意味で貧乏臭いデザインである。製作価格はわずか4ドル79セントほどと言われるが、近年は8ミリメートルフィルムが市場から姿を消しつつあるため手に入りにくく、価格は上昇傾向にある。ラジー賞は、米映画アカデミーの会員による投票、審査で受賞が決定されるアカデミー賞と同じく、 ゴールデンラズベリー賞財団の会員による投票で受賞作品を決定する。ただし実績ある映画業界人によるアカデミーと違い、ラジー賞選考には一般の映画ファンが少額の会費、2013年現在、新規会員は40ドルを払うだけで投票権を有することもできる。また、2作品が同一部門で受賞することもある。主要部門は、 毎年変わらないが、その年だけの部門が作られているのも、ラジー賞の特徴である。第35回、2014年度には名誉挽回賞が新設された。これは、ラジー賞の常連や、ラジー賞を受賞したことで有名な俳優や監督を対象とし、その年にアカデミー賞ノミネートなどの功績を挙げて、名誉挽回したものに贈られる特殊な賞である。 新設された2014年度は、ことあるごとに酷評される、ジーリのベン・アフレックが、2015年度は、ラジー賞のチャンピオンとまで称されたシルベス・タ・スタローンが、受賞した。第36回、2015年度には、商業的にも、批評的にも失敗した作品を対象とするバリーエール、バムステッド賞、バリーエール、バンステッドアワードが新設された。これは、 ゴールデングローブ賞におけるセシル・ビー・デ・ミル賞のパロディである。例年、本家アカデミー賞の受賞式の前日に受賞式が開催されていたが、第32回のラジー賞は、ノミネート発表がアカデミー賞前日の2012年2月25日、受賞式はエイプリルフールの同年4月1日に行われた。第33回。 ラジー賞の受賞式は再びアカデミー賞の前日に戻り、ノミネート発表が2013年1月9日、受賞式が同年2月23日、現地時間に行われた。賞の意味合いからトロフィーを受け取りに来る者はほとんどいないが、第8回でラジー史上初めてトロフィーが受賞者の手に渡っている。当年、ビル。 コスビーのソレイケレオナルドで3部門受賞したビルコスビーは受賞式に出席はしなかったが作品の失敗を自ら認めており後に出演したテレビ番組の中でそのトロフィー受け取った受賞式でのトロフィー授与が初めて実現したのは第16回受賞式で最低作品賞監督賞など7部門を受賞したショーガールのポール・バーホーベン監督が出席し 蝶からサナギになった気分だとコメントした。以降、第22回の受賞式には最低作品賞、監督賞など5部門を受賞した、フレディのわいせつな関係の監督、主演のトム・グリーンが、第25回の受賞式には、キャットウーマン、最低作品賞、監督賞など4部門受賞で、最低主演女優賞を受賞したハルベリーらが出席し、その懐の深さに受賞式参加者は、 万丈の喝采を送った。特にハルベリーはチョコレートで受賞したオスカー像を持参して左手に持ち、右手にはラジー像を抱えてアカデミー賞主演女優賞を受賞した際の自身のスピーチのパロディを演じ切り涙まで流してみせたことで聴衆から大喝采を得た。子供の頃に母親から胸を張って負け犬になれない者は 聴者にもなれないと言われたことが出席した理由だと語った。第30回では最低主演女優賞と最低スクリーンカップル賞を受賞したサンドラ・ブロックがハルベリー以来の受賞式出席を行ったが、彼女はアカデミー賞の主演女優賞にも選ばれ、史上初めて同じ年に両方の賞を受賞した。ただ、ブロックはこの際に、 一つしかないオリジナルのトロフィーを持ち帰ってしまっており、受賞者にはレプリカが渡されるが、受賞会場に受賞者が現れることは稀であるため、このようなハプニングが起こってしまった、実行委員会がブロックに返却を求める事態となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。